特別とは、広く通用する状態とは異なる状態。すなわち例外となる状態のこと。類義語は、特殊、得意、キー、こと、い、得など。対義語は、普通、一般、平常、通常、要常。得という字は、目立つ、異なる、抜群。中でも一つという意味を持つ字であり、特等、特永久というように、説答語として一つだけ別。 例外的という意味でも使用されている。別という字は、分ける、分けられたという意味も持っており、区別、判別、別個、別格というように使用される。特別という語は、目立っていて分けられる状態、一つだけ分けられる状態、通例とは異なる状態、例外的という意味だが、重要であるという意味合いも強い。なぜ特別であるかといえば、 限られた人や事物にしか受け入れられない、並外れている方法が外のものと異なるといった性質が挙げられる。社会的、歴史的に見ると、普通、平常であることが重く扱われ、特別、特殊であることが軽く扱われる傾向も根強い。例えば、宗教においては、普通の流派を正統と呼んで敬愛し、特別な流派を異端と呼んで抱きする傾向が見られる。 その逆で、特別、特殊であることが、優秀、平らの人間にはかなわないとして、重く扱われ、普通、平常であることが、ありきたり、長所を持たない、目立たないとして、軽く扱われる傾向もある。特別を重く扱う語例として、英語で、特別、特殊、例外的を意味する、エクセプショナルは、非凡、優秀で特別、別格という意味を持つ。一方で、 普通を軽く扱う語例として、普通で、具な、変わった点を持たず、具なを意味する、用具、ぼ具や、普通以下、普通か悪いかのどれか、を意味する、用列などがある。哲学の一分野である、形事条学において、特別とは、一言で言えば、何かでないものと定義される。それは、抽象的な概念でなく、具体的な例示の列挙によって例えられるものでもなく、 具体的なものとして存在するものである。それゆえ、ソクラテスは特別である。プラトンの死であるソクラテスはただ一人しか存在しないからである。これに対して、赤色は特別でない。なぜならば、それは抽象的な概念であり、私の自転車や、このリンゴや、あの少女の髪などといったように、具体的な例示の列挙によって例えられるものだからで、ある。 ありがとうございます。